ジブラルタルのボーイスカウト100周年宿典2008年本校ではジブラルタルにおけるスカウティングについて解説する。ジブラルタルにはイギリスのスカウティング組織を親団体とする支部が存在している。ジブラルタルスカウトはジブラルタルがイギリスの海外領土であることから英国スカウト連盟の支部として運営されている。英国連盟の支部として 最初にジブラルタルボーイスカウトが承認されたのは1913年のことである。英国スカウト連盟の最初の海外支部であるジブラルタルスカウト第1隊は1908年3月27日に設立された。この隊は後にジブラルタルスカウト第4隊と合併し、ジブラルタルスカウト第1、4隊となる。その後、合併第4回ジブラルタルスカウト集団となる。 この集団は180加盟員とビーバー2個体、株2個体、スカウト2個体とエクスプローラー体、個敵期体を要するジブラルタル最大のスカウト集団である。第2ジブラルタルボーイスカウト体は1910年に結成された。1914年にジブラルタルで最初の株スカウト体が結成。最初のローバースカウト体は1928年に 第2体によって設立された。第3体、第4体は1913年以前に設立されている。ジブラルタルシースカウトは1914年結成の第5ジブラルタルシースカウト隊と第3ジブラルタルシースカウト隊の合併によって形成された。このグループは英国海軍の承認を得ている。このグループはパイプバンドを用していることでもよく知られている。 2008年には、ジブラルタルにおけるスカウティング100周年を記念するため、ジブラルタル議会は、英国スカウト連盟ジブラルタル支部を、フリーダム・オブ・ザ・シティ・オブ・ジブラルタルに除する案を、可決した。ジブラルタルのスカウトの近いと大きては、英国のそれを踏襲している。活動プログラムも、イギリスのシステムを踏襲しているが、ジブラルタルスカウトではそれを、地域の生活様式に適用させている。 ウッドバッジ研修と指導者訓練は英国連盟の支援のもと行われ承認も英国連盟が行う。ジブラルタルスカウトはジブラルタル国内の他英国やスペイン南部の野営行事にも多く参加している。ガールガイディングジブラルタルはジブラルタルにおけるガールガイド組織。これは英国ガールガイド連盟の9つの支部の一つである。ガールスカウトガールガイド世界連盟レベルでの 代表権は英国連盟が持ち、英国連盟のチーフガイドがジブラルタルのチーフガイドを兼ねる。プログラムは英国のガールガイドのそれをジブラルタルで行えるよう適用したものであり、英国と同じ近い、掟き手を備え、年齢別集団として、レインボー、ブラウニー、ガイド、レンジャーを持つ。ジブラルタルでの最初のガールガイド隊は1914年の夏に設立され、 1914年8月28日に植民地長官に報告されている。ただし、支部の公式的な設立年は1925年であり、1975年には3種類の50周年記念日程が発行されている。2009年4月、ジブラルタル議会は、地域社会への長年の貢献から、オノラディ・フリーダム・オブ・ザ・シティ・オブ・ジブラルタルを授与している。 ありがとうございます。